皆さんこんにちは、四畳半の神でございます。皆さんは捨てるに捨てられない、なんか大事じゃないんだけどなんかこう取っときたいものってありませんか？今日はそんなものをご紹介したいと思います。実は昔パチンコの景品で取ったもので、なんかこうずっと、引っ越しをしていてもなんかこう捨てるのはなっていうものがあるんです。で、別にいつも使うものじゃないんですよ。なんかずっと置きっぱなしになっていて、別に大事にしてるわけじゃないんですけども、そういうのがあるんです。っていうのがこれです。見えますか？ここの家に引っ越してきてもう6年ぐらい経つんですけど、ずっとここにこいつがいるんです。今の人は知らないかな。ちょっと近くで見てみましょうか。はい、こちらでございます。手ぶれごめんなさいね。よいしょ、います。おっと、はい、こちら懐かしのペプシマンでございます。ペプシマン、今はペプシっていうと桃太郎の CM やってますよね。あの桃太郎の前のイメージキャラクターでございます。知ってる人はもう30代かな。で、見てください、このホコリ。あ、意外に綺麗かな。ずっとここにいるんですけど、これはですね、実は貯金箱になってます。お金を入れるとこちらプシューって、歌うみたいな。もうどれくらいだろう、懐かしいな。この汚れ具合を見てわかると思います。10年ぐらい前ですね。もっと前かな、15年ぐらい前かな。今日はちょっとこれをご紹介して終わりたいと思います。で、ちょっとさっきここに上がる前に、これも音かな、これもね、パチンコで撮ったやつなんですけど、結婚するときに唯一嫁さんが許してくれたジャフエッチな本でございます。これだけは捨てなくていいよっていうので、取引、今でも取ってます。あんま見ないけどね。はい、では、救出してまいりましたので、細かく、見ていきたいと思います。ちょっと失礼しますね。やっぱり、若いですね、菅野美穂さん。今も綺麗ですけどね。ちょっと詳しく見せられないんですけど、ごめんなさい。ではこっち行きたいと思います。裏面汚いな。はい、ここがお金を入れるところで貯金箱になってます。これもう動くのかな。はい、じゃあちょっと試しに入れてみたいと思います。いきますよ。こうした方がいいか。いきますよ、せーの、ドン。動いた！マジで？本当に？うわ、ちょっと感動。あ、もうこれ絶対ね、動画撮るときに電池が絶対ないと思ってこの後買いに行く予定だったんだけど、もう一回行こう、もう一回。行きますよ。せーの。いきますよ、せーの。
あれ？最後の一叫びだったのかな、これ。いやでもちょっと感動した。いやちょっともうちょっと大事にしていこうかな、これ。いや感動。皆さんもこういった思い出の品をたまには見返してみてください。思わぬ感動があると思われます。以上、ペプシマン貯金箱のご紹介でございました。バイバイ。今この貯金箱の中身を、取り出したらですね、こんなのが出てきました。見えるかな。平成10年長野オリンピックの記念500円玉コイン。うわ、歴史を感じるな、これ。これも一緒に大事にしておきたいと思います。もう一回やったらこんなるのかな。いきますよ、頑張れペプシマン。まあそうだよね。バイバイ。